開いた。ここまだだった俺。あの右上の手裏剣を、ゲームボーイにぶっ刺すんだよね。鍵さらに2個取ってこいとか言われてんだけど。は。すげえ、何これ。この部品何これ、窓拭きのやつ？下にキャスターついてるけど。おお、すげえ、誰かんちのベランダだ。つなぐ系か。下行ってもいいけど、上行ってもいい感じだな。うわ、むず。なんじゃこれ。ちょっと待って。いきなり3方向行けるって、選択肢が多すぎて困るわ。これはいけないね。死ぬね。ということは、まず、こうで下げたいね。こいつを。で、こいつを保存する。うん。そんで、下がったら切って上つなぐか。いや、これ横もいけるな。横もつないじゃおう。いや、でも横行っても何にも通れないんだよね。待って、横行って、上登って、鍵取って、こう上登って、こっち戻ってきて、ちょっと待って。スイッチ入れるじゃん。で、ビームが切れます。んで、ビームが切れると、ビームが切れて、上登って、ここ、行ってこう行って鍵取って上から出てこっち戻ってきて、そんで、鍵をここに置いて保存する？こっちでも保存できるんだけど、こっちで行くか。こっちに持ってきて保存する？鍵。で、こいつをどっかやって、鍵は持って帰るやつだから。あ、で、ちょっと待って、これがこう来て、ここに置いて、ジャンプしてこっち行けるようになるかな？いや、無理か？このマスは、ここに使うのか？ここにこう、ぴょんぴょんって行く感じだよね。ってことは、最終的には、こことここを繋がなくちゃいけないな。つうことは、マスはこっちに移動させるんだな。で、保存。で、最終的にはこことここを繋ぐ。OK。じゃ、まず行こう。まず分かってる部分までやろう。まず、こいつスイッチやる。で、これは保存されてる状態。で、ちょっと待って。これも、こっちにやっとくわ。まあ、これでいいや。そんで、ですよ。保存は1個しか効かないのか。こうだな。とりあえずは。そ、んで、つながりはこれ、もう一回これスイッチ入れに行きます。上行きたいんだが。まあいいや、つながり切ればいいや。いや、切ったらこれも切れちゃう。ちょっと待って。あ？ちょっと待って。厄介なことになった。俺上行きたいんだよ、これで。この状態で。しょうがない、間違えた順番。まずこっちだわ。まずこっち保存して、まずこれで切って、そ、んで、そんで一旦切って、で、俺は上に行く。上。角度が悪い。こうして、上に行く。で、取って、登って、
帰りたい。鍵は持って帰るけど、保存をしておきたいから、保存をしておけるのはここだけか。でもここを切ったらビーム出てきて、ああ、でもいいか。そういう話ではない。や、わかったわかった。鍵は一旦ここに置くんだ。わかったわかった。そんで。ここだ。繋いで、こいつを取ってくる。ちょっと違うんだな。これがもうちょい手前。これでいいや、とりあえず。念のため、ちょちょちょ。念のため、これもうちょい置くよと。で、ここを保存する。はい。で、俺はちょっとリセットされたいから、こっち行って。上行って、俺上行くじゃん。右に行けるじゃん、ここは。もしか下に行けるじゃん。下に行っても意味ないじゃん。だから右に行くじゃん。ここ行く？ここに繋ぐにはどうすんの？ここのドア。ということは、こう行くしかないな。こいつはもう役に立たないから。でも、ここを通るにはスイッチ入れるしかない。ということは、スイッチの方にまず繋ぐ。繋ぐ。でも俺上戻ってこれないんだけど。ここの保管場所がまずかった？ここじゃなくて、ここに保管するべきだったか。でも、こう繋ぐしかないんだぜ。最終的には。出口が。下に行ってスイッチ消すじゃん。そうすると、ここ消えるけど、俺、ここに降りた時点でもうこっちに行けないんだな。だもんで、だもんで、この横を、横こうするか。そうすると、これ行かなくて済む。でも、ここを、このドアを消費しちゃうと、ここに行けない。は？ 本末転倒。ちょっと待って。違うんだよ。ここのドアを消費せずに、こう行きたいんだよ、俺は。そのためには、下から行く必要があるわけで、下から行くためにはここのスイッチを踏む必要があるわけで、このスイッチを踏むために下に降りると、もう俺は上に戻ってこれない。で、この右ドアは余ってしまう。なので、ここはどうしても自力で上に戻んなくちゃいけない。そのためにはマスが必要。なので、マスは、でもここでもマス必要なんだよ、どう見ても。なので、マスは2回使う必要がある。まずこっちに使う必要がある。まずこのマスを、ここに持ってきて、こいつ最初どこにあったっけ？どこにあったっけ、最初。まあ、とにかくここに持ってくる必要があるな。で、上行って、鍵を、マス最初どこにあった？鍵を持って帰りたいから、保存1個しか効かないんだよ。
でもここにも保存できるってことは、ここにマスと鍵を持ってくる。まず。ちょっと、一旦そうしてみるか。ここにある必要ないもんね。あ、どこ行っちゃう？どこ行っちゃう？違う、そこ出口やん。俺今どこ繋いだ？ここ？ここだ。鍵。こっち持ってきて。しまった。あのビーム一旦止めないと死ぬ。止めて。で、これも一旦こっち持ってきて。で、ここで保存する、これを。ここを保存。あれ？なんで、ちょ、もう、ここ保存って、こう、もう、刺すとこ間違えたじゃん、もう。もう、ややこしいや。もう一回最初からだわ。下行って、あ、マスここにあるじゃん。マスここに持ってこなくてよかった。下行って、まずはこの通りかな、じゃあ。まずはこうかな。下行ってスイッチ切って上行って、OK。下行って、スイッチ切って、で、ちょっと待って、で、上行って、鍵持って、ここ繋がってないや。あ、繋がってた。横行って、ここに置いて、で、ちょっと待って。で、ここ保存。はい。そう、んで、保存して、切る。はい。で、下はこれ繋いだまんま。で、これ上行って、こう。あれ？もうこれいけんじゃない？ちょっと待って。いや、マスがまた必要なんだけど。ちょっと待って。今度マスだけを移動させたいのか？マスだけを今度、ここに持ってきたいけど、そんなことできんのか？マス最初からここにあるからな。これで、ここ切って、で、上行って、パパパパパ。いや、鍵が戻っちゃうわ、どっかに。鍵をここに持ったまんま。鍵をここに保存したまんま。こことここをつないで、一旦これここに置いて、ここ保存して、ここつないで、これこっちやって。で、俺だけ上にワープして上に登る。なんかそんな感じだわ。ちょっと待って。なんかそんな感じ。下にスイッチ入れに行っちゃうともう戻ってこれないんだ。え？違う？ん？違う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 。え？いや、やっぱここに保存すんのか？やっぱこれこうだよね。これで、両方ともこれ、こっちにやっとくじゃん。でもビーム出るんだよな。でもビーム出てもこれを引いたまんま部屋を出ていけば関係ないか。やっぱ鍵、マスっておいて。そうだね。やっぱここに置かないとダメな気がする。ここだわ、やっぱ。鍵。で、違う。まあいいや。こう。しょって、そんで、こいつがここに行きます。そんで、スイッチ入れに行って。待って、鍵さ、最初からここにあったよね。ってことは、鍵取りに、鍵いらないのか、別にリセットされても。で、マスも、
最初からここにあったから、いや、でもマスはこっちに行かないとダメだ。下行ってスイッチ消して。上行きたいが上に行けない。ここが問題。こっちまた消しちゃう？消しちゃって、マスがここ。で、鍵は下でいいんだよ。てか、もう鍵はどうだっていいんだわ。鍵はどうだっていいから、マスがここの状態で、この状態をキープしたまんま、スイッチを切って、ここに来たい。こう。ここに鍵あるから。ということは、これこうか？これでいいのか？ああ、だから、まず俺下行くじゃない？で、スイッチ踏むじゃない。で、俺上行くじゃない。で、俺ここ行くじゃない。で、保存されてるじゃない。で、これで保存されてるので、切るじゃない。え、これでもうこうやっていけるのか。これでいける？いけるんじゃね？もしかして。これで鍵。こっち持っていきますやん。あ、じゃあ鍵、もういいや。とりあえず置いとくわ。で、これをこの方角のまま、引っ張ってくる。いけたー！やった。オッケー。しゃ。ほー、よかった。いけたー。オッケー。もう一個鍵持ってこなくちゃいけないわ。一個使っちゃう、これ。はい。んで、ここか。行ってきまーす。つなぐ系だな。なんか今、左の方が何かポトンと落っこったな。重ねる系か。重ねる系、むずいんだよな。ここの、まずこれをどうにかしなくちゃいけないんだね。これ。これ。をつなげばいいだけか。で、これのスイッチが、これ。ってことは、まずここに、ここに行きたいんだけど。下に行くはしご。あ、これがあんのか。あ、じゃあこれでいいんじゃない？保存もできるみたいだし。まず下行って、で、このスイッチやる。で、浮いて、そ、んで、そ、んで、ちょっと待って、移動しきる前に、そ、まずここ保存だわ。で、ここの足場が今ありますと。そんで、こう重ねて、で、ここに降りて、羽下にあるんだけど。羽下にあるんだけど。あ？ちょっと。あ、お、羽上行った！羽上行った！羽上行った！なるほど！そういうことか。今死んで正解じゃん、じゃあ。これでもう一回ここをくぐると。よし。で、これ取って、ん？これ取、取れ、取れい！って使って、つなぐ。で、これを設置。よし！オッケー。そんで、そんで、次はここかな。これはもうどうでもいい。よし。で、次ここ行って、でもこれはもう放置でしょう。ここスタートで下降りて、スイッチ。これはもうここ確定だよね、これね。多分これ確定？
右に行けるドアが他にないから。これ確定だわ。そんで、確定ということは、まず俺は入り口で、ここ切って、下降りてここ切って、ここに入って、あ、もう行けるんじゃねこれ。これ行けるんじゃね、はい。ほんで、上戻って、そんで、これここにセッティングすればいいんじゃない？で、こっち、ん？あ、いいんだよね。鍵上にあるもんね。で、鍵取る。戻る。あれ、ゴールどこ？あれ？ゴールどこっすかね？あと俺これこのまま復活したら死ぬぞ。ここにいたらセーフか。いや、セーフだから何なんだって話だけど。ちょっと待って。え？切る。もう鍵は取ったからこれいらない。出口はここ。で、俺ここ。死んで、ここで、こうか。あ？でもこれ、ここに戻んなくちゃいけないぞ。ま、スイッチやればいいのか。で、こう繋げばいいのか。あ、いけるか。あ！鍵どこ行った？あ、鍵そこか。危ねえ。そんで、待って、本当にいいのか、これで。ここ、つながってはいるけど、あ、こうか。こうだ、危ね。飛び込むとこだった、危ね。ここ、こう行って、このスイッチやって、で、こっち行って、鍵取ってきて、そんで鍵持ってワープだ。お、まあ、ワープしなくてもいいけど。なんでもいいや。いけ。よし。オッケー。で、ここで。よっしゃ。ん？で？これで帰れんのかな？で、あの手裏剣をゲームボーイにぶっ刺すと。よし。ふい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。一番奥に刺そう。よし。お、もうラストなんじゃない？次が。あとここに刺せばもう終わりでしょ？多分。うわ、長い。長かったな。で、ここでいいの？ここしか行けないか。左上の階段は、あれ、そこ行けないよね。じゃあ、ここでいいのか。お、なんかシンプルな道。また違う街に行くの。私の心になんとかって書いてあったね。あ、エレベーターか。444でいいのかな。あ、こっちか。え、降りちゃった。え、444っすか。ちょっと、わかんなかったんですけど。これで、これかな。動いたってことあってんだな。よし。うわ、なんか、完全にどっか中だな。なんだこれ、カメラ？これ持ってくの？おお、誰かの手がもう持ってる。
いろんなもんぶっ刺さってるぞ、これ。あ、俺定位置についてるっぽい。定位置についてる。おお、いや、こんにちは。俺だよ。え、何操れんの何何おお、今俺これ操ってる。うわ、マジかよ。うわ、すげえ。なんだこれ。おお。おお、おお、これ今乗ってたエレベーターじゃん。うわ、マジか。すげえ。あんま画面動かすと酔いそう。スイッチがある。触れはしない。え、あ、これ繋ぐんじゃん。え、繋がんないっすけど。ここ違うな。え、どうやって繋ぐの。 E と F。 E で、ここ。あ、違う。え、また俺中に入ってる。いや、入ってるわ、やっぱ中に。マジか。で F でちゃいます。ちゃいますね。何するんですか、これ。ここでスイッチ入れても一瞬で切れちゃう。なんだ F で横。違うな。 E。 E で元に戻る。なんだそこに召喚するね。そういうことか。わかりづらかったわ。めちゃめちゃ簡単じゃん。めちゃめちゃ簡単じゃん。で、F で戻る。はい。よし、行くぞ。ここどこなんだよ。どこなんここ。EXIT とは書いてあるけど。シフトと、シフト、え、シフト押すの？はあ。ここなんか、見覚えのあるマウスが。シフト、ん？シフト押すと走るのか。開かねえぞ。これか。お、開いた。操作、おお、綺麗。外だ。なんかくるくる回ってる。どっかの屋上だね。うわー、え、ここ行くの？それともこっち？どっち行ってもいいよみたいな感じ？ベンチがあるよ。え、こっち怖いから上行く？とりあえず、なんか上でなんかやばそうだけど。鍵かかってんな。大体このゲーム、何するゲームなのかよくわかんない。うわ、怖っ。何、うわ、こわした、こわ、見えない。なんだ。でも別にさ、この手に持ってるさ、今までのこの主人公の、この標識人間をどうにかするっていう場所が、別に見当たらない。あった。ここか。これ使うのか。E。ここにいるな。右下におりました。これは張り替えが動かせないな。つなぐだけだね。こっちにもつながないな。一箇所しかつながらない。これも一箇所しかつながらない。ということはもう移動あるのみだな。上に行けない。上に行けない！は？え、マジで？え？え？え？やりようがなくない？は？これどうすんだよ。は？え、Y どうすんの？え？
いや、そこまで行けないんだけど、どうやって行くの？これなんか意味あるの？いや、動かないよ、これだって。ちょっと待って、これまた人間パートで何かしろってことは？この状態で E を押すとこっちに戻るんだよね。直接こういうところに移せってこと？何したらいいのか分かんないんだけど。ここでいい。いや、ここに行くな。なんだよ、もう。ちょっとよく分かんねえぞ。なんかヒントとかないのか。今いるのが多分この辺でしょ？ん？違うか。ん？今いるのどの辺だ？あそこバー降りて、あー行って。うん？ちょっとよくわかんねえな。他になんかないのか。触れるところはないっぽいな。ここ行けない。はあ、マジでわからん。帰ろ。上なんもなかった。見たけど。どっかまだ行けてないところ行かなくちゃいけないのかな。ここはどうやって行くんだろう。ここには降りれないのかな。なんかこ、え？でもなんかさ、なんか書いてあるんだよね。なんか意味あんのかな？ん？なんでこここんなに広いんだ？この印、ん？ここ、え？この印、この印ってさ、この今までやってきたさ、このゲームの中みたいな感じか？こっち行けないわ。え？ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと？え、ん？リンクしてんのか？あのステージと。あと俺どうやって来たっけ？あっちか。あ、待って、俺こん、え、こんなところに箱、あ、違う。箱じゃなかった。箱が、あ、箱取れるぞ。取った。え、箱取った。箱取った。え、箱取った。え、ここにも線があるし、こ、え、箱取った。ここにも線があるわ。え、箱取った。箱取ったよ。え？え？この箱どうすんの？持ってくの？とりあえず。持ってくか。どこ持っていけばいいんだこれ。ゲームの中のステージとリンクしてるとしたらさ、こっちはこっちでなんかパズル解かなくちゃいけないのか。はぁ、でも広すぎてよくわかんねえ。どこ持ってく、なんだ、あ、この辺にも置けるよってことこれ。いや、置くのはいいんだけど、違うんだが、こんなところに必要かどうかなんか、まずわからん。とりあえず持っていかないとわからん。とりあえずこの箱を置いて、ここを見てみようぜ。
こが、ここに来た。マジか。ここ。さっきここにあった箱は、点線の上に持ってきたいんだな。点線の上。もう最初の方じゃん、じゃあ。最初の方か。最初の方にあったな、点線。点線あったわ。うわ、めっちゃ遠いわ、もう。めんどくさ。なんで入り口の近くにこれ立ててくんないんだろう。どこだっけ？じゃあこっちじゃないんだわ。あっちだわ。もう道間違えてるんだわ。そもそも。最初に箱をゲットしたところのすぐ近くの点線。箱ゲットしたの確かここだったから。ここの近くの点線。ここか。ここがスタート地点だ。だから、ここだ。ここに箱置けばいいんだ。これでいいはず。よし。うわあ、めんどくせえ。で、こっち行って、これえらい時間かかるぞ。マジか。よっ。よっ。お、来た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 。箱来た。はあ。で、ここの上に乗る。お、いけた。とりあえずここはクリア。とりあえずここはクリアしたっぽいぞ。で、次、ここか。また、箱か？いや、違うな。ここは何もないぞ。繋げばいいだけじゃん。繋いである。で、こっち行けばいいだけか。何もないもんね、他にね。で、これも鍵多分取って現実世界に召喚するのか。このエリア自体に多分俺降りれないんだわ。だから鍵持って上に行くのか。あれ？上に行けない。ここに置く？ここに、ここに置くしかとりあえず方法はないぞ。で、ここに鍵がある。あそこでしょ、多分。右下だから。ある鍵。これが鍵か？これ鍵だな。多分。あるあるある、ここに。この鍵の箱だ。この黄色いやつじゃなかった。ここには降りれません。降りれませんが。あの鍵をどう、いや、鍵じゃない。マスだ。ん？マス？ん？でもこんなの入れないよ。ちょっと待って。よくわかんない。箱取ってきて。あ、この辺に置けるわ、この辺。多分。そしたらここストーン落ちるわ。わかった。箱取ってくんだ。箱やーい。あった。箱を持って。よし、来たぞ。で、ここだ。ここ。点線がここまでしかないから、ここに置けばいいんだ。ここに箱を置く。よし、これでいいはず。これで、この中に入れば、上に箱があって落ちてくるはず。はい。あった、あるある。で、こう。落ちてきた。よし。ちょっと待って。鍵はゲットして。あれー、鍵ゲットしておけない。どうする？鍵ゲットしておけないんだが。ちょっと待って。
現実でも鍵取れるってことは、ここに使うんだよね。つながるな。つながるけど、けども、鍵をここに現実で持ってこれないか。ちょっと行ってくるわ。この状態で見てくる。鍵がどうなってるか。いやー、出てないな、外に。あそこにあるわ。これ取れないの？取れそうにないぞ。現実では取れない。ちょっと待って。ってことは箱使って、いや、もう箱も取れなくね？箱も取れないんだか？ちょっと待って。ちょっと中入って。これ剥がしちゃうとどうなる？すべてが元に戻る。あかん。ここアイテム持っていけない。上にはもう帰れない。でも一瞬つくんだよね。一瞬つくってことはさ、これ鍵をここに置いてさ、で、スイッチ出たらポーンとか行くの？あ、行くんじゃん。あ、行くのかい。で、俺はじゃあこっちから帰ればいいのかな？そういうこと？帰り道こっちしかないから。いやー、帰れない。帰れません。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。帰るには。うわー、全部元に戻っちゃうの？これそもそもさ、ここがこうだったらよかったのか？ここがこうだと、左上行く必要がなくって。ちょっと待って、ちょっと待って。繋ぐのが最初間違ってたのか。ここスタートで箱がわーってやって、あーって言って、こう行って、こっからこっち行く。で、こっからこっち行って、鍵がこの中にあって、鍵こうポンやんじゃん？でも自分が出れなくなるよね。で、まあ箱もこうやってこっち戻んじゃん。わかった。ちょっと待って。わかった。これこっちじゃねえ、俺。あ？この箱上上げらんないのか。ちょっと待ってよ。待って。いや、もうこの箱どうにもなんねえや。いや、ちょっと待って。俺、あの鍵取れんじゃねえのか？取り行けばいいんじゃねえのか？鍵取れるよね？そういうことか？あった。そうだ。俺、現実で鍵を取りゃいいんだ。これどこで使うの？でもこれ箱ってことはさ、結局使うのはあのパズルの中でってことでしょ？どっか鍵かかってるとこあったよな。どこだっけ？なんかフェンスのところ。パズルでいう右上か、あそこの上か。ここかな？あ、場所？こんな、こんなになってたんだね。ここか？鍵かかってんだよね。
で、ここに置いて、で、ちょっと見に行こう。あれ、俺これ遠回りしてんのか。で、どうなった？鍵がここにある。ってことは、自分があそこに行けばいいんだな。行けたんじゃね？これ、もしかして。これ持って。よし、行けた。行けたけど、ここに行けない。ここに行くには箱が必要なんですけど、これ切ったらどうなる？うわ、ドアも戻るわ。ドアも戻るわ。嘘だろ。いや、待って、違う。俺、ここ行く必要ない。わかった。現実で行くんだ。現実で行くんだ、俺。そういうことだ。そうだ。クリアするのは、現実の俺なんだ。パズルの中じゃない。開いてるぜ。ここゴールかも。いよいよ終わりか？入ったぞ。出れない。開いた。どっち行く？こっち行く？なんかちょっと怖いんだけど。9階なのかな？ 90 なんていう数字が。お、なんか家だ。普通の家だ。誰？あなた誰？ここ俺の家なの？冷蔵庫ある。すげえ、何語だかよくわかんない位置で書いてあるな。英語じゃないな。いや、でもここら辺英語？よくわかんない。ピザだ。汚っ。食ってないピザこんなところに普通に置いとくなよ。せめてラップして冷蔵庫入れようよ。なんだこれ。ニードパワー。パワーを入れろって書いてある。ここか？はい。ドア閉めてほしいんだけど。すげえ。あ、なんか、ここでこいつパネル作ってる。パズル作ってるやつ、本人の家だ。マジか。ゲームがある。でっけえ。でっけえコントローラー。ギターがある。マジで。ちょっと弾く？こんなところに置いてたら弦錆びるよ。なんかフロッピーこれ。フロッピーだ。フロッピーとか今時使えねえだろ。で、どうすんの？フロッピー持ってますけど。あ、刺した。ブートアッププログラム。プログラムセキュリティロード。ロードラストセッション。セッションセキュリティロード。ロングジャンプレディ。ロングジャンプレディ？は？ロングジャンプレディ。はい。どうすんの？ジャンプ。違う。あと何すんの？ここで続き書く？あ、なんか こんな部屋あったっけ？何この部屋？何もない部屋だ。結構都会に住んでんだな。で、このパソコンは何なんだよ。
なんかここに食いかけのなんかコーンフレークみたいな。これ何これ？食いかけのとか残しとくなよ。これどうすんの？ウィーン言うてますけど。ロングジャンプレディ。エンター。違う。キーボードは触れない。マウス触れない。他に何か必要なものとかあんのか。これだ。何か押せる。押した。ここにもダイブするのか。ちょっと待って。つなぐか。ここつなぐしか方法がない。下行って、ちょっと待った。ここも部屋になってる。ここも現実か。さっきの何も、まあ、さっきの何もなかった部屋か、もしかして。ここじゃねえの？やっぱり。うわぁ。恐ろしいね、なんか。真っ暗。海だ。うわ、もう。よくわかんないことになってる。鍵だ。ここ通れる？いや、通れる。ここジャンプ、ここを伝ってさ、ジャンプすればすぐ行けるって。どっかまたダイブすんの？どこダイブすんの、これ。ここ鍵開けんの？ここを鍵開けんのか。この鍵をここら辺に持ってきたいんだな。じゃあちょっと現実世界で何かしろってことだろう。ちょっと待って。無駄に遠い。鍵がここにあるんだな。隠れてるんだ。わかった。鍵があそこにある。わかったぞ。だから、よし、取った。鍵開けた。オッケー。これでいいはず。よし、行こう。この主人公は何がしたいんだろうな。現実でさ、こんな苦労するんだったらさ、なんかもっと素直なパズルいっぱい作ればよかったね。この最後の鍵を開けさせたいがために今までパズルで訓練してたのか？この主人公を操る脳みそを。この一手間をさせるためだけに。どこ行くの？船乗って。大丈夫？現実世界にも戻ってこれなくなっちゃうよ、そんなことしたら。なんか紐で引っ張られてるよ。あと必ずメガネが置いてあるんだけど、何なんだろう。わ、綺麗。これエンディングかな。エンディングっぽいね。終わった。ザ・ペデストリアンかな。今までレインって呼んでたけど、ペデストリアンか。ペデストリアンか。ペデストリーってなんか聞いたことあるような気もするけど。それのリアンか。終わったー。長かったー。これどこまで動画にする？難しいね。いやー、終わったわー。はい、というわけで、ペデストリアンっていうゲームでした。なかなか骨太なゲームだったなー。最初やったとき、1時間ぐらいで終わるのかなと思ったけど、結局これ5、6時間はかかってるね、クリアするのに。まあ難しかった。まあとりあえずクリアできたんで、よしとします。というわけでこのゲームはこの辺で終わります。他の動画で会いましょう。またね、バイバイ。